おはようございます。今日は視聴者さんからいただいたリクエスト動画なんですが、うんちの色をした絵の具を作って手につけてルイトルにトイレットペーパー持ってきてって頼んで、それを手につけたらどんな反応するのか、今日はそれを早速やって反応を見ていきたいと思います。テテをもう全部やって、もう編集もし終わった後なんですが、そういえばエンディング、オープニングとエンディング撮ってないと思って、今、急遽撮っております。マラちゃんは寝ております。ってことで、ご覧ください。あれで、今日メイクしてないから。映さないで。映してない。どうですか？うわぁ、もう手につけるのも嫌だわ。これ何、絵の具？絵の具と、これでしょ、うん、あ、配合色、教えましょうか。はい、黄色と、うん、茶色と、うん、黒とオレンジと、黄色完成したのがこちら。あと、その果肉、何系とか、いらなくなったこれは、いちごのヘタ。いちごのヘタをいるさ。てか普通に人間としてやばいこれ。健康な。これ水性。うん、もちろん。じゃあちょっとトイレを頑張ります。ルイ。ちょっとトイレットペーパー取って。トイレットペーパー、その鏡のさ、とこにあるの取って。あ、ありがとう。あ、あ、ルイごめん、うんちついちゃった。ごめん。ごめん、ルイ、うんちついちゃった。ごめんね。大丈夫？ごめんね。出られない。大丈夫？ああ、ごめん。パパも今手洗おうと思ったら。ごめん。大丈夫？本当に嘘。嘘嘘嘘。じゃあチョコ？チョコじゃない。これ絵の具。匂い嗅いでごらん。臭くないか。大丈夫？これ何なの？絵の具。どう思った？気持ち悪い。ジョマナ。現在ルネちゃん爆睡中です。また調合してます。黒が多かったですね。良くなってきました。もうくらいでいいでしょう。ルネ。ルネちゃん、ルネお菓子食べる？おはよう。来たな。よし、パパトイレ行ってこよう。ねえルネ、トイレットペーパー取ってくんない？ルネ、トイレットペーパー取って。
ありがとう。あ、ごめん、ルネ、手にうんちついちゃった。ごめん。うんちついちゃった。ごめんね。大丈夫？ごめんね。ちょっとパパ、あ、手についてた、パパ。ちゃんと拭かないとさ、ダメだよ。あ、ちゃんと拭くね。抜けてもらうよ。ごめんね。パパ、拭いて。あ、拭く。あ、じゃあ、手洗ってきな。ごめんね。怒ってない？ガチャガチャ。ルネちゃん、これね、うん、本当は、うん、ここの絵の具だよ。うんちじゃないよ。ルネとルネの絵の具でしょ。じゃじゃん。うわー、すごいじゃん。ね、パパ、何して遊んでの？そんな声揺れてんの？何して遊んでんの？あっち行こう。というわけで、うんち手についちゃったドッキリ大成功。でも分かってからパパ、分かってた、ね、みんな。また何か違うドッキリ、マナもしくはルイとルネにこういうドッキリやってくださいってのがあったら、僕に内緒で送ってください。せーの、それ歌って喋って、ママ喋って歌って、テン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 せーの、テン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 こうやって終わる。ママ、こうやって終わる。こうやって終わる。終わりたいぞ。ってことで、以上、手にうんちついちゃったドッキリでした。ねえ、やめて、そういうの、口でんの。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。